したのも初めて、そうです、そしてもちろんこの世界選手権でも初めて、はい、本当に素晴らしいチャンピオン、まだ19歳、彼女の場合はとにかく勉強がすごくできるというスタンフォード大学の医学部の学生というからびっくりしますね。さあ楽しそうなコケティッシュな感じで出てまいりましたが、これ面白いんですよね。初心者のスケーティングをするわけです。テクニカルメリットは低そうですけれど、アーティスティックの方はかなり出そうですけど、こういう滑りも難しいんですよね。こういう滑り方をするのも。でも非常にその下手なって言いますか、初心者のスケーティングの特徴を捉えてますよね。やっぱり頭がいいんじゃないですか。出ないとできないプログラムですね。これも全部あのデビが考えたプログラムなんですよ。彼女自身のアイディアだそうです。彼女は服装もコスチュームも自分でね、発案するそうです。今シーズンまたこれ上手になりましたね。上手ですね。大したもんです。ちゃんとガムまで噛んでますよ。芸が細かいですよ。彼女は優勝した後、あの金メダルを受け取った後もいろいろカメラマンのポーズに応えたり、サービス精神が旺盛ですね。でも彼女もだいぶ感激してたんじゃないですか。表情台の上では涙がね、もう目の中にいっぱい溜まってましたね。そうですよね。いや、やはりここまでになるまでに彼女なりの、苦労といいますか、それも目に見えない努力があったと思います。はい、スケート関係者からもっとスケートだけに力を入れて勉強少し諦めたらどうかというような話もあったそうですけれど、私は勉強を捨てませんと言い切ってやったそうですからね。最後のまたアンコールに応えるようです。これはいいですね。いや、彼女には長く選手生活を続けてもらいたいですね。本当にそうですね。昨年も彼女だけは、はい、あと東京大会の後のエキシビションに出ないで学業に戻るために帰りましたけれども、今年もこの後のエキシビションどれだけ参加できるかわからないということですね。